日本共産党の志位和夫委員長は2月20日海上自衛隊イージス艦あたごに衝突された漁船清徳丸が所属する千葉県勝浦市の新勝浦市漁協河津支所を訪れ、お見舞いの言葉を述べるとともに、劇栄太郎組合長、衝突現場近くで操業していた金平丸の市原義次船長ら漁協幹部に詳しい状況を聞きました。ともかくまずはですね、今の捜索と救助を絡んでですね、2人見つかることを心から願っております。それからやはりこの問題は真相を徹底的に究明して責任の所在を明らかにすると、はいはい、なかなか今のところはですね、これだけ時間経っても本人が行方不明になっておりますから、周りのいた人からですね、真実ってものをきちっと聞いてですね、どこがどうなってこの衝突が起こったのかということは、うちの方としてもですね、やっぱり真剣に調べてですね、自衛隊の調査ときちんと照合して、どちらがどうだったことの決着をつけたいと思います。決着つけたいと思います。志位委員長は、清徳丸より先にイージス艦を回避した金平丸の市原船長の証言を聞き取った後、記者団に対し次のように述べました。事故の状況について詳しく伺いました。で、全体としてですね、やはりイージス艦の側に注意を行わなかった、重大な責任があると、そしてもう一つ廃棄行動の義務を果たさなかったという責任があると、これは非常に明瞭だというふうに思います。ですからこれは本当に海上自衛隊の側がですね、重大な責任を負っているものであって強く抗議をしたいというふうに思います。で、今地元の漁船もですね、総出で、捜索と救助に当たっているということですので、一刻も早くですね、見つかるようにと願っております。で、この問題はですね、徹底した真相の究明、そして責任の所在の究明、これがどうしても必要だと。志位委員長は会見の後、イージス艦を回避した漁船金平丸を視察しました。非常に大きな憤りを感じますね。大きな船、特に軍艦などになりますとね、結局そこのけそこのけ軍艦が通るという格好になって、回避義務がない側が回避をすると、せざるを得ないというところにこう追い詰められていると、それが日常だということもね言われましたので、やはりこれはね、本当に大きかろうが小さかろうが船のルールは船のルールですから、守らせる海にしないとねいけないと思います。